こんにちは。今回は東京都の京王府中駅に来ております。府中市は人口約26万人で東京都のほぼ中心に位置しており、古くは武蔵の国の国府の所在地であったことから府中と命名されました。大國魂神社の参道でもある欅並木は町の風景に彩りを添えています。府中にはどんな美味しいお店があるのか教えてもらいに行ってみましょう。タクシーの運転手さんに府中の美味しいお店を2店教えてもらい、上位の3店を回ってみようと思います。さあ、府中にはどんなお店があるのでしょうか。タクシーの運転手さん、ご協力をありがとうございました。今回は府中駅のほか、分倍河原駅と中河原駅でもインタビューしてみました。それではインタビュースタート。僕ラーメン好きなんで。あ、いいですね。はい、ラーメンだったら、はい、僕いつもライオンラーメン食べて、ライオン。駅ビルの中って感じですか。吉坊さんっていう居酒屋さん。小さいお店なんですけど、ここは味は絶品ですね。絶品。知る人ぞ知るみたいな。で、なんか玉蔵っていう油そばのラーメン屋さんかな。玉蔵ラーメン。嫌いってラーメン屋さんだよね。つけて食べるそのラーメン。カット。秋吉っていう味がよくって、値段が比較的リーズナブル。平井さんってところが最近すごい並んでます。響き響き、そこは八王子系の。ああ、玉ねぎ。玉ねぎですね。福耳さんかな。福耳ですかね。新店ラーメン屋、いつも客並んでるよ。ラーメンエイジさんとかね、ラーメンの。ラーメン二郎系の、ジロリアン系の、なんか分かれた人がやってます。あそこは一丁かな。もともとだってどっか都内の方の料亭で勤めてて、はい、店出した人。ランチもやってるし、夜もやってるんだけど、刺身とか魚とかいろんな料理を食べさせるところですね。紅はどういうラーメンなんでしょう。あの辛味噌。辛味噌。福耳です。大概の食った人がみんなうまいと口を揃えるのはこの福耳一軒だけです。玉屋だね。玉屋食堂でいいんですかね。もう常食。あのね、はい、口コミで伸びて。今回は1番目と3番目に押された数が同数でしたので、2軒プラス2軒の計4軒を回ることにします。では最初の3番目に押されたお店に向かいます。正面に見えてきました。3番目に押されたお店は玉屋食堂。
ではもう一軒の3番目に押されたお店に向かいましょう。右側に見えました。3番目に押されたお店は紅、本町1丁目のアネックス別館で取材させていただきました。2番目に押されたお店に行く前に、すぐ近くには大國魂神社があります。少しだけですがご挨拶していきましょう。お付き合いください。こんな情報もありました。サントリーのビール工場の工場見学もありますね。今そこのサントリーさんの工場見学かな、はい、ただ予約制ですけどね。ビール飲む人だったら楽しめんじゃないかなと。では最初の一番に押されたお店に向かいましょう。
左側になります。一番に押されたお店は平井。もう一軒の一番に押されたお店に向かいます。左側です。一番に押されたお店は福耳。
中市は甲州街道の宿場町として栄え、現在も発展を続けています。大国玉神社から感じる重厚な歴史と府中の象徴欅並木をはじめとした力強い自然は生活に落ち着きを与え、お祭りも多く地域のコミュニティが活発であり、住みよさを感じさせてくれています。府中駅前の再開発を軸に、ますます生活しやすい街へと成長していくことでしょう。これからどんな発展を見せてくれるのか楽しみな街だと感じます。では今回のかかった料金をまとめてみましたので、府中へ遊びに来る時の参考になればと思います。自然豊かなだけでなく、歴史情緒にあふれる町、府中での美味しい食事を。ありがとうございました。